大卒じゃなくてドラフト社会人のみのペナント生成やりましょう。留学生が43日いるんで、まあ、43日間、飛ばすというところでいいですかね。先発あと何人いる？いいな、勝田先発4人で、とりあえず4試合回してみよう。中継ぎ死ぬかな、3人ぐらいがちょうどいいかな。あー、でも意外と投げてないやつもいると。まあこれで入れ替えながらやっていきますか。とりあえずじゃあ留学生が帰ってくるまでやっときます。いつの間にか宮本と、横尾が帰ってきてましたと。横尾が 154DA、 まあいい選手、だいぶ強くなりましたねと。で深夜宮本どう？深夜宮本は補給が S だがエラーもちょっと、補給が S100 ですがエラーも持ってますと。でまあショートはこれで宮本確定か。6番ショートぐらいでいくか。でまあ横長崎網島が調子いいんだったら先発で使いましょうか。あと1人先発、これで4試合をとりあえず投げて、2軍に落としてっていうのを繰り返してシーズン終了までやっていこうか。当たり前のように最下位ですが。第8戦日本シリーズ第8戦マジで行きがちだよな、パワープロは。オリックスが勝った、やったぜ。でそしてうちは何勝したのかな。2勝、去年より勝率、去年と勝率は変わってないと。全く成長が見られない、何も変わってないです。それがちょっと良くないね。何か成長の兆しがあればいいんですが。あ、でも打率は2割超えた。OPS ちょっと良くなってるんじゃない？前4だった気がする。横尾が 3.76、2勝6敗。序盤1点台だったんだけど、後半ちょっとやっぱり落ちてきましたね。まあ、問題はこの辺か。8点台やら、6点台やら、ね、5点台やら。あと786イニングをなんとかしないといけない。打っては荒垣。倉持、宮本らしい成績だな。 OPS のないかないっていうね。2割7分4に5本20。これはね、これは主力じゃないんだよ、主力張れないんだよな、この成績じゃ。2番なんだよな、打てて。1番にしては出塁率がちょっと低すぎる、3割3分2。で2番、正直今2番にも置きたくない。7番なんだよな宮本は。6番か7番、なんで4番候補ね、育成しないといけない。パワーあるのは稲峰か。OPS 的には、まあ、稲峰が頑張ってくれれば、可能性はあるんじゃないか。だよ、だ。だの主力を。お、稲峰新人王だ、やったぜ。新人を独占。年俸どうしようか。スカード変えよう。おそらく BB が。大学社会人の BB。阿部ヒパーヒの福留にするか。福留行くか。正直福留打撃コーチ一番強いから。まあここは5500万でいいと思う。
で谷繁がいれば谷繁に通う2500万、ここで2000万を節約することができたと。宮本横尾稲峰には金払おう。あー熊沢も悪くないね。社会人だから全体的に即戦力で、不快も悪くね。でもそんなことしたら金なくなるんだよね、おそらく。不快は諦めよう。不快以下は諦めよう。ちょっと3000万高いけど、でも野手はこれで全員クビにできるよな。なぜ2300万もらえると思った、1割クビ2厘で。高えなー。そんな、まあ、でも阿部日持ちか。宮本はどちらかといえばセカンド寄りの能力なんだよね。肩があんま良くないからね。補給は高いけどエラー持ってるからね。バッター、まあピッチャーも足りないしね。とりあえずドラフト1位でバッター取って、あとはピッチャーみたいな感じが一番いいのかな。杉内俊也、しゃあ社会人来た。杉内社会人なんだ。高卒社会人か。へえ。あーみんな遠藤行ってくれ。遠藤、杉内俺にくれ。杉内は俺にくれ。なんだこいつ。あー小野沢はなかなかいいね。まあとりあえず杉内俊也だな。これでも能力値あんま高くないから、おそらく単独でいけるんじゃない。競合するか。巨人阪神3球団競合、一番右が当たりです。あー外れか。杉内惜しかったな。残念。なら3球しとる。高原行く。中継ぎだけど、でも先発の方がいっか。取るならかといって社会人でなんか先発で有望株いたっけ。室田、あらにする。いや野手、ま、キャッチャー取るのもあり。あー小野沢取られたか。じゃあもうピッチャー行こう。あら取るか。杉内としが取りたかったけどね。で、アラでドラフト2巡目も内からだから。あー、高原ドラ1で消えるか。微妙。微妙。大曽根。この辺だったら野手1回取るか。微妙だな。1億払うんだったらもうちょっといい選手欲しいよな。なんか野手もパッとしないね、今年は。ピッチャー取っていくか。今年は投手の年だな。とりあえず安い投手を片っ端から取っていきますと。投手が15人、もうちょっとだな。まあ5000万払うか。ちょっと高いけど。
微妙だな。野手行こう。いや、取りたいと思える選手がいねえ。取れとったか。対左 G だけど、もしかしたら覚醒するかもしれない。若い21歳とかなら、高卒社会人なら。まだあると。取ってみるか。あ、ノックラなんだこいつ。面白そう。 ドラフト9位ではいいんじゃないの。今何位なの。辻24歳、ファースト取ってみっか。1位から10位まで全員社会人。めちゃめちゃ叩かれそう。リアルでやると超即戦力ドラフト、全員社会人選手しか取りませんと。うわ、ダルビッシュだ。ダルビッシュいいな。あら、買いまたぎ支給。竹富、津田、うお、結構特能がいろいろある。まあ、悪い特能もあるわ、いい特能もあるけども。大曽根、乱調。まあ中継ぎなんで、まあ乱調か。乱調ってイニングまたがないと確か効果は出ないんで。あ、キャッチャー C だ、竹川。いきなり、初手 C。壊滅的なミート。ナックラー、あれ玉でナックル投げて、逃げ玉で脱三振、打球反応。すごい、個性がすごいの、お前。そしてストレート150キロ投げれると。ナックルだけで頑張るか、お前。ストレートとナックルだけで抑えれるかな。だからウェイクフィールドはナックルしか投げないもんね。38歳でまだメジャーでそこそこやっております。ダルビッシュ、ダルビッシュ、セパット、ファリード、ユー。あ、出た、ポスティングしないやつ。もうポスティングしなくなったの。もう今後何十年ポスティングしないんですか。山岡が FA して 1.9214勝5敗。山川0.75 だって。山安 C ランク。5ホールドポイント6セーブ。左のワンポイントで投げてたらしい。なんで？使い方が贅沢すぎるでしょ。あ、山岡、ヤクルト。ヤクルト、山岡ってありそう。めちゃめちゃありそう。沢村が1年でクビになってる。今年は海外留学なしで。金原が。金原って誰だっけ。そろそろ機材買う。1個ずつぐらい買おうか。いやー、やめとこうか。いやー、買うか。選手も増えてきたしね。ただ金がないと。基本変化、変化、進化。変化球が覚えれるんだったら変化球を覚えてもらって、それ以外の選手は変化球。カーブしかないんだよなこいつ。なチェンジアップがあるから速い変化球だな。シュート、チェンジアップ、スライダーなんで進化が。特能が伸びやすい。だから特能がないと。ナックルを生かす球種、やっぱシュートでしょ。いろんなやつにシュートを覚えさせて肘壊させよう。キャッチャー視野まだ判明してないのか。阿部比パワー比が入ったんで、とりあえず宮本はセカンドできるようにしてから阿部比。パワー比はパワー B っていなかったっけ。あ、いた。熊沢にパワーヒット。特能が伸びやすい。阿部比は宮本に覚えさせたいしね。サード、君はじゃあサードとセカンドもできるようにしよう。ショートと今外野もやってるんだね。外野、サード、ファースト、セカンド、サード、セカンド、ショート、セカンド、外野。
ファースト、ショートもやってもらおう。ファースト、サード。外野が少ない。外野2人しかいなかったっけ。まあ、この辺が外野を守れるからまだいっか。足速いやつは軒並み外野にコンバート。シュートいいね。みんなにもシュートを覚えさせて。社会人だからまあ短命でもいいでしょ。最悪ギリギリ許される。先発誰やる。安藤。おピッピッチャーが揃ってきた。15人。これで回せるかな。まあ、でもまだ足りないんだよな。でもやっと戦えるような感じにはなってきたね、雰囲気は。まあ、深い、上地、外野がやっぱり足りないんだよな。1人マザーガヤにして、ファースト辻でいくか。宮本2番置くか。いや1番宮本かな。うちは普通に人がいないから。3番稲見ね。4番熊沢。9番辻でいくか。 DH に誰を置く。上地でいくか。対左は宮本 DH で休ませようかな。まあ、これでそこそこ戦える人数はできたんで、オープン戦2連勝。まさかの12対10。うちが12点も取れるの。アヘアヘタンダマン打線で。まあでも言うて4番にパワー系もいるしね。パワーヒッター広角打法持ってるんで、これでパワーヒッターも覚えてくれたらそこそこやれそうな気がするんだよな。ということで今日は終わりましょう。バイバイ、さよなら。